今回ご紹介するのは、Z 世代を中心に絶大な人気を誇るメルルことぬくみめるさんです。最近では女優としても高い評価を受ける彼女の経歴に迫ります。ぬくみさんは2002年3月6日生まれ、愛知県稲沢市出身。身長165センチ、血液型は O 型で ABEX マネジメントに所属しています。小学4年生の時に ABEX が主催する全国コンテストキラチャレに参加したことがきっかけで ABEX に所属したぬくみさん。小学校6年生の2014年2月に第2回ニコプチモデルオーディションでグランプリを受賞してモデルデビュー。同年4月号から2015年6月号までニコプチの専属モデルを務め活躍しました。ニコプチ卒業後の2015年8月東京ガールズオーディション2015ドラフト会議でモデル部門のファイナリスト9名に選ばれ、ポップティーン賞と霊賞をダブル受賞し、ポップティーンの専属モデルになります。2018年にはアベマ TV の恋愛リアリティショー番組太陽と狼くんには騙されないに出演。これが女子高生を中心に大きな話題となり、インスタグラムのフォロワーは3万人から15万人まで増えたそうです。さらに2019年にポップティーンの好きなモデルランキングで1位に選ばれ、単独表紙を飾るなどカリスマモデルの仲間入りを果たしました。2020年からはモデルだけでなくバラエティ、CM、ラジオパーソナリティと多方面で活躍し始めたぬくみさん。特にバラエティ番組では天然キャラと持ち前の明るさを生かして、ヒルナンデス、スクール革命、ザ突破ファイルといった人気番組に出演しています。2021年にはおしゃれの答えがわからないでドラマ初出演ながら主演を務め女優デビュー。役者としての才能を開花させ、これまでに恋です、ヤンキーくんと白杖ガール、日曜の夜ぐらいは、セクシー田中さんなどの作品で存在感のある役どころを演じています。また2022年公開の映画萌え彼はオレンジ色で第46回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しました。そんなぬくみさんは2022年3月にファースト写真集始まりをリリースしています。10代最後の姿を収めたメモリアルな一冊で、バラエティでは見せない素のめるるを余すことなく掲載。貴重なすっぴん姿や背中を大胆に見せた衣装、すらりと伸びた美脚、腹筋で鍛えた美ボディなど様々なシーンが楽しめます。雑誌日経トレンディが発表する2023年ブレイクした今年の顔にも選出され、まだまだ勢いが止まらないぬくみめるさん、これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。